川崎フロンターレは29日、神奈川、川崎市内で31日のホーム広島戦に向け調整を行った。日本代表のベルギー遠征のメンバーだった MF 大島亮太、25、FW 小林優、30、BF 車屋慎太郎、25、はこの日早朝に羽田空港に帰国し、チーム練習に参加。小林と車屋は別メニューでジョギングなど軽めのメニューを行い、23日のマリ戦で左ふくらはぎを痛めた大島は室内で別メニューで調整した。小林は時差対策のため機内では3時間ほどの睡眠で、自宅でも仮眠は取らずに練習場へと向かったという。マリ戦とウクライナ戦に途中出場し、個での打開力が自分に足りないと感じた。リーグ戦や練習で厳しくてもチャレンジする部分を磨いていきたい、と自身の課題を口にした。大島は復帰までに、3週間の診断で、怪我はもったいない。もうちょっとプレーしたかった、と話した。